に来いというジェスチャー。少し浮いたかセカンドゴロ、ただホームには投げられません。一塁に送って、まずはホークスが先制。栗原のセカンドゴロの間に1点を先制しました。まあ、今ゴンザレス後ろにも、なおもピンチは山崎、引っ張っていく、レフト線、レフト線、フェアになりました。もう1点を追加します。今宮は2塁へ到達、もう1点を追加。2回の表2点先制ホークス、今宮にツーベースが出ました。今宮も続きました。でカーブをしっかり、溜めて打ちましたね。インコースに構えます。ストレート打ち返した、ライト茶野が追っていく、茶野が追って入りましたか、入りました。得意の山崎幸也から今年も打った、柳田悠岐、ライトの最前列に飛び込む第7号のホームラン。いや、まあ、若干ね、インサイド気味、甘いところではないです。結構厳しいボールですけどね、まあ、これが相性っていうところなんですかね。山崎としてもインコース、変化球打ち返していく、センターの前に抜ける、二塁ランナー甲斐は三塁を蹴って、三塁を蹴って回って帰ってくる、追加点です。柳田のタイムリー、この打席で打ちました。点差を4点に広げます。柳田の勢いを止めることはできませんでした。いや、ここはまあ逆らわずにセンター返しというバッティングでしたが、藤井さん、まあ状態の良さ、まあ、先ほど ね本人もなんとか同点には追いつけておきたいところではありますが、低め変化球、バットが回りました。このピンチしのいだのは大津、ここで1本出せなかった中川、点差は1点差のまま、打ち返した、右中間、センターの前に落ちない、シュートを掴んで二塁送球は、二塁はセーフになりました。いい当たりでしたが、打つのは完璧なバッティングですけど、中川の素晴らしいヒットで同点、そして一発が出れば逆転、詰まった、ショートの頭は越えない、今宮掴んで3アウト、ゲームセット。最後チャンスは作りましたが、ソフトバンクの前に